どうも山郎です鹿児島での質問に答える、これは第4弾ですね、めっちゃ続いてるな、これ、えー、と質問が6つか7つあったんですけれども、この第4弾のところで、ぎゅっと全部まとめちゃおうかなと思ってます。あの前回、ですね人口が増加する時代と減少する時代では、あのまあ、一般的にですよ、あの幸せっていうものの、えー、指標が変わるんじゃないかって話をしたと思います。 お金がたくさん手に入るとかですね何か有名になるとか数が増えるとかなんかそういうようなことが自分ができること自由度が広がるので幸せにつながりやすいと思われていた人口増加時代から人口が減っていくっていった時にはむしろ本当に顔の見える関係の中であんまりお金を使わないけれどもクスクス楽しいことができてしまうというようなことっていうのが幸せになっていくだろうというようなことをお話をしました。 でよくよく聞かれてた方はですねなんか僕は2つあるって言ったうちの1つしか喋ってねえじゃないかって思われたかもしれませんね僕も盛り上がりすぎて忘れてました2つ目のことを言うの,をあの2つあるって言ったら何を言ったかっていうとそんな考え方やってたら1つ目1つ目はあの経済規模がちっちゃくなっていっちゃうじゃないか日本はもう諸外国に追いつけないぐらい経済規模ちっちゃくなっていっちゃうじゃないかっていうふうに言われることに対してえっと このチャンネルは100回再生ぐらいしかしないので、今言ったようなことに共感する人たちが増えたとしても200人、300人は1000人ぐらいまでの話ですと、めっちゃ広がったとして1万人ぐらいまでの話ですから、1億2499万人の人たち、メジャーな人たちは人口増加時代と同じような価値観で、多分やっていくんで、経済規模は小っちゃくなりませんぜという話をしたと思います、これが1点目。 でも2点目、何な,なのかというと、これはもっと奇抜ですよ、もっと奇抜ですけど、その日本の経済規模が小さくなっていって、そんなに悪いことがありますかということを考えておいてもいいかもしれないですね、国際競争力が下がるじゃないかと、それが何か悪いことですかと、国際競争力が下がって、日本の企業の力がなくなれば、海外の企業に買い取られてしまうじゃないか。 それ買い取られたとして何か悪いことがありますか。もうここをずっと考えていくといいと思います。海外の事業を買い取られちゃったら日本の伝統ある国が買い取られてそこのあの取締役会全員外国人になってしまうぞ。それで何か悪いことがありますか。常にこれを聞いていたといいと思いますね。あの自分がですね会社を買収したとして買収した会社に悪いことをやる人ってそんないないと思うんですよ。せっかく買収したのに。だから日本の会社買収した。 日本から見ればねなんだよそのものが買収しやってって感情的になる気持ちは分かるけどあの買収したらよりよくしようって思うのが普通だと思いますねいやーそんなのは夢物語だっていうふうに思われるかもしれないもしそういう方だったら売らなきゃいいんです売らなきゃいいんですよだからなぜ売らなきゃいけないのかっていうと自分の会社は無理して経営がうまく立ち行かなくなっちゃっているから買収されの声が来た時に売りますっていうわけですね それはうちの事務所にもあの軽いやつから重いやつまでスタジオ L をあの買いたいって言っている会社ありますっていう問い合わせはめちゃくちゃ来ますあの。なんて言うんだろうなそういう誰にでも送ってるやつからですねそれからここ僕としかしあのやってないっていう人までですね。 いろんなタイプがあるんですよ、その M&A のやつっていうのは。今、小さな、ね、中小、零細企業を買って売るっていうことをやるのが流行ってますね、この10年間。M&A の会社が小っちゃい、小規模 M&A の会社がすっごいいっぱい増えてるんですよ。でそんなので、えー、来るんですけどあの、僕自身が全株主ですよ、そして代表の創設者でもあり、えー、と代表取締役で,ある、まあ、役でもあるとで。僕自身がですね 外国の企業であろうが日本の国内の企業であろうが買いたいって言われても売りますって言わなければ売れないわけですから売れないわけですからでその働いてる人が事業規模を大きくしたいとか無理に借金したとかそんなことやらないであのこれでいいんだって思えるようなあの経営をしていればと外国の企業に売る理由全くないんですねあの一生遊んで暮らせるぐらいの金額を提示はされますでもいらないんで そういうことであの楽しもうと思った時にすごく楽しくなさそうなことがいっぱいひっついてくるっていうのがよく分かるから全然本来楽しくないじゃないかということであの仕事を遊びに変えたいんですよ。一生遊んで暮らせて仕事しなくて済むからっていうのは何の魅力でもなくて僕の場合はですよ。で僕がそうやって占いって決めてるんだったら一生遊んで暮らせるお金をもらっても。 ももららうとしても売らないそれだだけの話ですねだから日本の企業は日本の力が弱くなったら外国に買収されちゃうぜって心配してる人は、えっと、たくさんのお金を払えば企業は買収できると思い込んでるってことなんですよねだから2つ目ですねあのそんなことやったら日本の経済規模が小さくなってしまうじゃないかっていうのは1個目で言った通りこの YouTube チャンネルそんなに影響力ないんだけれどもいや間違ってですよ間違ってめっちゃ影響力があって。 1>, 1億2700万回生されちゃって700万再生されちゃって、でこの1億2700万回再生されたこの動画が、みんなの意識をカリッと変えちゃって、で全員がそうだそうだ、もうそんなにたくさんの売り上げいらないんだ、利益も上げなくていいんだって、日本国民中が仮に言ったとしたら、えっと、経済規模は小さくなっていくと思います。みんなで一緒に売上もも利益も小さくしていけばいいけばから でこうなったとしてありえないですけどありえないけどそうなったとしてそしたら外国企業からいっぱい買われてしまってでね日本の国際競争力が下がってしまって外国の言いなりだぞって言っている人言いなりだぞって言ってる人この YouTube チャンネル見てない人じゃないですかねその1億2700万回再生で意識変わった人じゃないんですよねもしそれ意識変わったんだったら、えっと、お金たくさんやるからって言われたって占いじゃないですか占いですよね だから外国の言いいいなななななりにはなららなでですすよねならないですそれだけの話じゃないかなというふうに思ってますので2つあるって言ったうちの2つ目は、えー、と 1, 1つ目とだいぶ関係してるっていうことをですね、えー、まあそんなことを考えてますだからまあ,あの影響力がごくごく少ないところだから言えることとして、えー、とお金が増えるから幸せになるというその からっっててていうところを1回切ってえっと逆にして年々お金もらえるお金が少なくなっていくとしてもこの人たちとならおもろいことやれるねお金使わなくてもそしたら結果余っちゃうかもねこういう幸せの方向に持ってっちゃったらいいんじゃないでしょうかが,が言ってでもそんなこと言ったって実行するのは多くて1000人か1万人ぐらいでしょねでも万が一それが1億2500万人が全員それやるって言っちゃった場合はえ経済規模は小さくなるけど この1億2500万人はお金が増えれば幸せだと思ってないから経済規模がちっちゃくなるわけでそんな人たちに対して M&A だとか海外の外資がこう企業を買いに来るんだっつってすごいお金を提示されたとしてもみんな売らないので売らないのでそしたら経済規模が小さくなっていきながらこの国は幸せな状態ができるんじゃないだろうかと思うんですねだから頭のなんかどっかでですね人口増加時代の価値観を感じながら人口減少時代の提案を受けると そんなことをやったらこうなるだろうって言ってくるんだけど、あのそうならないんですよね。そんなに影響力を持たないから、この人たち。そんなに影響力を持ったなら、あなたの考えも変わってるはずなので。ということですね。というのを付け加えるのを忘れてたというのが前回です。そして、今回ですね、一気にまとめちゃいたいなというふうに思っているのは、 え質問いただいている鹿児島の方の質問の中に人口減少の中で仕事のパイが減っても自分がトップの仕事をしていれば自分の仕事は減らない生き残っていくためにはこのように考える人が多いと思いますしかし山崎は自分にはこの考えは合わないと言ってますとこの考えについて詳しく教えてほしいという質問をもらってたからですねでも今までの話で言えばこれはもう答えが出てますよねあの 人口がもし減るとしてもですねコミュニティデザインの分野で僕がトップに立っていれば絶対仕事減らないぞとかいうような考え方とはです、ね、人口減ってうん建築なんて新しく、ね、発注する人少なくなるだろう少なくなっても建築業界でトップにいれば、えっと、自分の仕事は減りはしないだろうこれ各業界のトップにいればですね全体のパイが小さくなったって仕事の量は減らないんです仕事の量が減っちゃうのはその業界で あまり実績が芳しくなかったところから順番に発注されなくなっていくっていうことなんでずっと上にいれば私は大丈夫ですという考え方があるんですが僕はあんまりそうはしたくないそう考えたくはないなと思ってますねこれは人道的な観点からとかそういうことでもない道徳的な観点からとかそういうことでもないですね。あの 幸せの価値観を変えたいと思ってるし自分自身がですよ僕自身を変えたいと思ってるし僕自身がもう幸せの価値観がですねこの,あのピラミッドの上にいて仕事が減らないというようなことが幸せっていうふうにつながるかどうかっていうことに疑問を持ってるからですね「この業界の俺はトップでい続けるんだ」って言って一生懸命やり続けることにはあんまり楽しさが伴わない気がしますから。 業界のトップかどうかは別として集まってくれたコミュニティのワークショップの人たちがおもろい人たちでこの人たちとおもろいことができてその結果がコミュニティデザイン業界のトップに居続けるかどうか本当にどうでもいいことであの目の前でもう顔が見えているこの50人とどんなおもろいことができんねんとこれやってる時自体がもう楽しいわけです幸せなわけだったらもうそれ以外に別に何もいらんんんじゃないかとそう思ってる節がありますね。 なので先ほどの幸せの定義と近いんですけれども人口減少時代にこのメンバーとお金をかけずにこんなおもろいことができてるんやったらもうそれ以上に追い求めるものはなくていいよと逆にそれを追い求めて手に入っちゃってお金が増えたり再生回数が伸びたりすると面倒くさいこと言ってきたりやってきたりする人たちが増えて私の幸せ度合いが極端に減じるというあのそっちの方が嫌だなって思ってる。 ととといいうことだと思いますねなので、えーまあ、それぞれの業界のトップにいれば仕事が減らないという考え方にはあんまり僕はならないということですね。ただあのそういう考え方になる人がいるのは全然いいと思いますし前言ったみたいに1億2500万人の人口のうち1億2499万人はあのその考え方のまま多分これからも進むだろうと思ってますからで1万人ぐらい。 この YouTube チャンネルと僕の思想が最大限に影響を与えたとして1万人ぐらいそんなにならんと思いますがこの過去の再生回数見てたら分かると思うんですよねでもまあ最大限に影響を与えたとしてこの1億2500万人の中の1万人がちょっと違う方向に向くっていうだけですからその意味でも大半の人たちはあの自分たちの業界のトップにいれば仕事はなくならんのやみたいに思うのは否定はしないですね。 そういう社会が回っているからあの、まあ、僕らはご機嫌に小規模ににクスクス笑いなながららやってられるとうことになります、まあ,あの単純にこれだけで割り切れないものはいっぱいあるんですけどねそ,のそういう考え方が地球環境をずっとこの破壊し,し続けているんだとかあ,あるいはそういう考え方の人がその大きな格差みたいなものを生み出して、えー、次に生まれてくる子どもたちにもその格差を背負わせるというようなことが連鎖するとかですね。 笑ってられないようなことっていうのもいっぱいあるわけですがあーまあそれをその思想の面から1億人以上の方々一気に変えていこうっていうことっていうのはまあ実質的に僕にはできない仕事かもしれないしそれを無理にやろうと思えば必ずどっかでいろんな人たちが痛い目を見なきゃいけなくなる革命的なことにどうしてもなっちゃうでしょうからあのそういう方向にはあまり考えてないですねすごく無責任かもしれないけれども。 で同じ状況が変えられないならばあむしろあの自分はそれに加担しないようにしたいとその格差だったり自然を破壊するっていうことには加担しないようにしたいと思うのが一点とそれから自分ができる仕事の中で自然環境を破壊しないような方向に行きましょうって思える人を増やすコミュニティデザインをやるとかそれから格差で困ってしまっている子どもであったりとか若い人たちを応援しようっていうコミュニティを作っていくという福祉的なプロジェクトだったり。 そんなこととににはは関わりたいなといななううふうには思ってますねなぜならあのそういうことに関わることに楽しみというか興味深さというかやりがいというかあこういったお金ではないタイプの面白みを僕はやっぱり感じてしまっているからだと思いますね。仲間と共とにどうすればこれ解けるのかなどうしたらコミュニティの人たちここに興味持ってくれるんやろうなというようなことを、えー、いろいろディスカッションするのが 自分の中での人口減少時代における幸せ満足度につながってるからだというふうに思いますね。ということで、えっと、実はですねまあもういくつか2つぐらい質問も頂い,いていたんですが、えっと、これらもまあまあなんとなく今のお話の中で全体的にはあの、うん、何を楽しさと感じるかとかですね えま正しさより楽しさの方が大事というふうに本で書かれてますがとかまあそういう質問も頂い,いてるんですがまさにそうですねこれは給料もらってやってるわけじゃない人たちが地域から集まってきてワークショップやるわけですからえ報酬がですね楽しさでなければならないわけですねだから正しさばっかり言っても人々集まってこないよみたいなことはよく言いますがまあもうちょっと深く言うと今回話したようなことですね何を楽しさとして共有するかっていうところも ちょっっとととずつ変わっていくといいいくかなと思いますねだからその私らワークショップに来てるのは別にあんたらから給料もらってるわけちゃうからねって言ってるだけではちょっと惜しいなっていう感じですね。それは要するに給料もらってればそのお金で私らもっとおもろいことできるからって言って消費社会の方を向いちゃってるわけですからねワークショップ来るよりブランド品のバッグ買いに行ってたりテーマパークで遊んでる方が楽しいってまだ思っちゃうわけですからね。その思っちゃうことが悪いことじゃないんですけど少なくとも僕らのワークショップに来る人たちは 3年間の間にじっくりじっくり価値観変えていってこのワークショップのメンバーとそんなお金使わないのに何でこんなおもろいことできちゃったんやろうっていうようなことを共有する人たちになってほしいわけですからその意味ではここに楽しいということがあってで楽しいことやっていたら地域のためにもちょっとなって出したよっていうことへ持っていきたいなというふうに思ってるってことですね。 この辺の,あの参加する人たちが何を報酬として認識しているのかっていうところを僕らはやっぱりちゃんとあの見ておかなきゃいけないしあのそれに応じたワークショップのプログラムをデザインしていかなきゃいけないんじゃないかというふうには思います。ということで、えー、全4回にわたって質問に答え続けたということですね。 あーまあ、全ての質問には実はお答えできてないですからあの個別のプロジェクトの質問なんかが入ってましたんでねあのそういうプロジェクトの質問についてはまだお答えできてませんけれども多くの方々にとって関係しそうだなって思う質問については一通りお答えをしてみました面白いですねこうやっていろいろ読み込んで YouTube とかもめっちゃ見てくれた人が出してくれる質問ってこっちもやっぱぐっと考えないと答えが出てこないので。 喋ってる間にあれこれうちのスタッフに聞かせたかったやつだなとかねあれ今自分の考え方めっちゃ整理できたなみたいなことが結構たくさん出てきたなという印象でとってもありがたいですね。ということでこれからもあの、まあ、講演会等でねそういうありがたい質問をいただいた時は要するにこのコミュニティデザイン側のことをちゃんと研究した上でのさらにその先っていう,こう質問が出てきた場合にはあーこの YouTube チャンネルの質疑応答 でお答えしていきたいというふうに思いますので、ぜひ、そういう場合には、あまり多くの人に知らせないで、こっそりと見ていただければありがたいなというふうに思います。あのひそひそ行きましょうもう、こっそり行きましょう。どうもありがとうございました。